魔法力が測定不能なんて聞いたことありませんわ。外したのにそれでも1位。基礎魔法力の成績がよっぽど良かったってことかな。このものが滅多に存在しない二属性持ちだとおっしゃるのですか。まあ、あくまで俺の推測だがな。主人公は地と水、二つの属性を持っている。おまけにその両方が5段階でトップの超。つまりこの試験、私にとっては出来レース。クレア様、もしクレア様が勝てなかったら何か一つお願いを聞いてください。なんて卑劣な。はい、確信犯です。そんなのは向こうに決まってますわ。私を騙すような真似をして。この国では神に誓うことが非常に重い意味を持つ。要求は何ですの。それでは諦めないでください。はあ、もっと無理難題ふっかけられるかと。そうしてほしいですか。ならもっと欲望に忠実なお願いに変更もできますが。結構ですわ。いついかなる時も希望を捨てず最後まであがき続けることを誓いますわ。次は負けませんわ。好きです。私は大嫌いですわ。今日は私好きのメイドの面接と聞いていたのですけれど。ええ。どうしてこの者がここにいるんですの。奨学金制度で学費は免除になってるんですけど、とはいえ何かとお金は必要じゃないですか。不採用、不採用ですわ。どうしてもダメなのですか、クレア様。これは愛です。こんなこと言うメイドをそばに置けませんわよ。どうしたんだね、騒がし。学院でお嬢様につけるメイドを専攻していたのですが、どうもお嬢様のお気に召さないようでして。メイド長が選んだのなら能力的に問題はないだろう。フランソワ閣下、失礼ながらお言葉をかける不敬をお許しください。無礼にもフォローが。アーバイン・マニュエル、3月3日、50万ゴールド。お前は何者だ、何を知っている、クレア。この者をメイドとして採用しなさい。え？あなた、お父様に何を言いましたの。特別何も、強いて言えばクレア様への愛を。従順な者をそばに置くのは簡単だ。フランソワ家の長女ならばジャジャ馬の手綱を握ってみせなさい。あなた、私のメイドになるからには私ということは絶対ですわよ。お任せください。この身口当てるまで誠心誠意お使いします。愛してます、クレア様。どうしてこんな目に。やっぱり我慢なりませんわ。ちょっとあなた、視線が横島じゃありませんこと。ですからそれをおやめなさい。クレア様、やっぱり今まで通り着替えもレーネに。まあまあクレア様、レイちゃんが不慣れではクレア様が困りますよ。メイドであるレーネは講義には参加しない。その分生徒である私は学院内での補佐を任されている。ロット様、暇か、どうだ一曲。ですからメイドの仕事が。クレアも一緒なら文句はあるまい。レイちゃん、お疲れ様。クレア様、ブルーメの新作菓子のことはお聞きになりまして。もちろんですわ。甘みの中に芳醇な香りと苦み、今まで食べたことのない、それは不思議なお菓子でしたわ。平民、ピピとロレッタにチョコレートを準備なさい。かしこまりました。こんなメイドに恩情をかける必要ありませんわ。そうですよ、お菓子などいただかなくてもクレア様の脱いだブラウスでご飯3杯いけますから。本当にレイちゃんはクレア様のことが好きなのね。いえ、好きじゃありません。あなた、あれだけクレア様にまとわりついておいて何を。はい、ですから好きじゃなくて大好きなんです。なったる贅沢、本当火山に感謝ですね。クレア様、レイちゃんは髪を洗って差し上げて。はい。変なことしたらひっぱたきますわよ。あら、上手ですわね。ありがとうございます。視線がいやらしいですわ。
きっとすぐ音を上げて逃げ出しますわ。クレア様とは会ったばかりなんでしょ。なのにクレア様のことは何でも分かっちゃうみたい。だって大好きですから。クレア様、のぼせちゃいました？少し。そんなに私の指テク良かったですか？黙らっしゃい。お休みのキスは必要ですか？そんなことメイドに許されると思ってますの？あなたはどうして私のことを好きだなんて言うんですの？そりゃクレア様が可愛くて可愛くて仕方なくて。私は人に好かれるような性格ではありません。そんなこと。世辞は結構ですの。私はクレア様のことが好きだからおそばにいるんです。他意はありません。信じていただけるよう頑張ります。さっさと寝なさい。好きになさいな。